橋本七美は、日本の元アイドル、元ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバー、キャンキャンの元専属モデルである。北海道旭川市出身。身長163センチメートル。血液型は B 型。1993年2月20日、北海道旭川市で生まれる。母親は、レナと名付ける予定だったが、 友人が先に使用してしまったため、父親がナ、七ナという名にこだわり、七ナナミと名付けた。父親がナ、七ナと呼びたかったため、七ナナと考えたが、母親は何かが足りないと思い、一音付け足した時に、七ナナミが最もしっくりきたため、七ナナミと名付けた。実家は貧しいながらも、教育熱心な家庭に育ち、幼稚園児時代から、ひらがなや掛け算を習い、 基礎学力を叩き込まれた。小学4年生の時、全国模試で1位を獲得した。その頃の将来の夢は公務員、弁護士だった。小学6年生の時、身長が163センチあったことから小学校のバスケットボールクラブに所属し、レギュラーで出場した。中学生時代はバスケットボール部の副部長を務めた。中学校を卒業後、 北海道旭川西高等学校へ進学し、バスケットボール部のマネージャーを務めた。その頃から、日本のバスケットボールリーグや NBA を見るのが好きだった。高校2年生の夏、マネージャーを務めていたバスケットボール部がインターハイに出場した際、生まれて初めて北海道を出た。高校3年生の夏、バスケットボール部のマネージャーを引退後、居酒屋、 焼肉屋のアルバイトをしながら、進路を考え、美術大学へ進学することを決めた。高等学校を卒業後、空間デザインを学ぶために、東京の美術大学へ進学した。2011年の春、状況後、親に頼りたくなかったため、大学の学費や生活費をすべて自己負担としつつ、節約して生活していたが、北海道に比べて、 東京の美容室の値段は高くカットするだけで食費2週間分の費用がかかることからカットモデルを始めた。乃木坂46加入時にショートカットだったのはこのためである。奨学金は学費に継ぎ込み、生活費はアルバイトで稼いだ。しかし、それでも生活は厳しくおにぎり1個の生活が続き、また大学の勉強を通じて、 自分の居場所や信念に疑問を抱き始めたため、大学1年生の夏、ロケ弁欲しさにインターネットで、乃木坂46の一期生オーディションを見つけ、応募した。2011年8月21日、乃木坂46の一期生オーディションに合格。オーディションでは、アンダーグラフの翼を立った。暫定選抜メンバーに選ばれ、立ち位置は前列だった。 オーディションは事前練習なしで受験し、面接官の得意な動きをしてくださいというとっさの求めにブリッジを披露した。合格後、芸能界に入る覚悟を持って受験したわけでなかったため、生活が一変したことにより悩むこともあった。2012年2月22日、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンで CD デビューした。同年5月2日、 乃木坂46のセカンドシングル、おいで、シャンプーのカップリング曲、偶然を言い訳にしてで、初のユニットを務めた。2013年1月13日、乃木神社で成人式を迎えた。同年4月7日、日本テレビのテレビドラマ、バッドボーイズ J にヒロインの日本組役でレギュラー出演を開始した。同年4月8日、ZIP の 千流女子のコーナーに OL 役としてレギュラー出演を開始した。同年7月8日、富士テレビの月給ドラマサマーヌードに石狩清子役で出演した。乃木坂46のメンバーによる月給ドラマへの単独出演は生田恵里花に次いで二人目、レギュラー出演としては橋本が初だった。2014年、仕事上の都合で通学が困難になり、 美術大学を中退した。同年8月25日、公式ブログでアナフィラキシーで入院したことを公表した。原因は不明で地方公演は全てキャンセルし、東京公演復帰を目指した。2015年3月23日、ファッション誌、キャンキャンの専属モデルに起用された。同年4月、ワールドベースボールエンターテイメント多町。 の5代目アシスタントに抜擢されたことが発表された。同年8月28日、初のソロ写真集、優しいトゲを発売した。写真集は週間推定売上2万607部を記録し、同年9月7日付のオリコン週間ランキングのブック総合部門で4位、写真集部門で1位を獲得した。2016年10月17日、 乃木坂46のシックスティーンスシングル、サヨナラの意味で、初のセンターを務めることが発表された。同年10月20日、乃木坂46のオールナイト日本で2017年2月20日を、メドに、乃木坂46を卒業し、芸能界から引退する意向を表明した。引退理由は、家庭の経済状況が変わり、弟の大学費用も免除され、母親から、 無理しないで好きなことをしてくださいと言われたからである。同年11月9日、乃木坂46のシックスティーンスシングル、さよならの意味の収録曲、ないものねだりで、初のソロ曲を務めた。2017年2月1日、ソロ写真集、2017のツイッターアカウントを開設した。同年2月5日、乃木坂46として、最後の握手会を終えた。 同年2月20日、ソロ写真集2017を発売、タイトルは秋元康氏が提案し、橋本が決定した。同日、24歳の誕生日に開催された、乃木坂46ゴスイヤーバースデーライブ、橋本七未卒業コンサートをもって、グループから卒業し、芸能界を引退。その後、ラジオ番組、スクールオブロックで、自身がパーソナリティを務めるコーナー、 橋本七海のガールズロックスの事前収録された内容が放送され、芸能界最後の言葉として、四角形を残し、同放送をもって、乃木坂46の活動を終了。同年3月31日、公式ブログが閉鎖された。愛称は、七ん、四つ下の弟がいる。父親の誕生日も、本人と同じ2月20日である。椎名カルホは親戚。 シンガーソングライターの瀬川彩香は高校の同級生。2011年頃、ジベヤを深いオレンジ色と茶色で統一していた。ライターの篠本634に、橋本奈々美はアイドル界の新ストライクゾーンと称された。好きな食べ物はエスニック系、海鮮、果物、生肉、ラーメン。好きなロケ弁はオーベルジーヌ、エビカレー、キンベー。 銀だら、最強漬け焼き弁当、のぶえん、カルビ弁当、キサ山飯店、お弁当 A メニュー、バタール、アメリカンチキン丼。好きな音楽はロックで、キュウソネコカミや、マキシマムザホルモンを聴く。心に残っている大切な曲は、ゆらゆら帝国、ゆらゆら帝国で考え中、銀南ボーイズ、漂流教室、富士ファブリック、赤光色の金木星、くるり、東京、 バンプ・オブ・チキン、グロリアス・レボリューション。好きなバンドは、バンプ・オブ・チキン、ラッド・ウィンプス、フジファブリック、ゆらゆら帝国、ナンバーガール、スピッツ、クルリ、エルレ・ガーデン。バンプ・オブ・チキンは、音楽やバンドを好きになるきっかけとなったアーティストで、小学生の頃から大好き。好きな色は、カーキ、ネイビー。好きな映画は、アヒルとカモのコインロッカー、リリー・シュシュのすべて、 時をかける少女。桑田真美のファンで、ウィキペディアの桑田の記事を読んで涙する。憧れのモデルは、水原希子。趣味は読書、バスケットボール観戦、散歩、長風呂。読書は、小学4年生の頃に、ガリレオ・ガリレイや徳川家康などの伝記を読み漁った。地元の北海道旭川市が、作品に、たびたび登場する、村上春樹の作品を好み、 中でも、ノルウェーの森は何度も読み返した。その他、庄司ゆきやの、ハートビートも好む。井上武彦の漫画、スラムダンクで好きな登場人物は、桜木花道。おすすめの小説は、浅井漁の、武道館。特技は、嗅覚、剣玉、ホイッスルを吹くこと。嗅覚は自称剣並みで、乃木坂46のメンバーを匂いで嗅ぎ分ける。保有資格は、 色彩検定3級、手算検定準2級、5位、読解力検定準2級。自動車運転免許、アロマテラピー検定、料理検定の取得も考えている。その他、MacBook Pro を所有しており、美術大学の授業を通じて、Adobe Photoshop や Adobe Illustrator の経験がある。得意料理は汁物、豚と玉ねぎとキノコの炒め物。 乃木坂46の古参や検定八福人、アン美客選抜、メガネ選抜。乃木坂46の初の CM である明治の手作りチョコレートでは、そっちこそというセリフが棒読みであったと、周囲から指摘され、そのイメージの払拭を当面の目標とした。推したいメンバーは、深川舞。2014年4月13日、千葉県。 幕張メッセで行われたエースシングル気づいたら片思い発売記念の全国握手会で交換留学生として加入していた松井玲奈に松井と呼び捨てをしてしまい後日5月18日放送の乃木坂ってどこで松井が松井って呼んでも良いんだよと触れられ困惑してしまったというエピソードがある乃木坂46で好きな曲は生まれたままで Tender Days 転がった鐘を鳴らせ。好きなミュージックビデオは生まれたままで、シークレットグラフィティ、さよならの意味。生まれたままでは自身の参加曲ではないが、自身の卒業ライブでは本来のセンターであり、かつ誕生日が同じ伊藤マリーカと共にダブルセンターでパフォーマンスした。乃木坂46眉坂46乃木坂46ありがとうございます。